この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。こんにちは、日向です。さあ始まりました、金曜生です。キャッチキャッチ。この番組では旬な話題やお得な情報を生キャッチします。さあ、さらにダウンロード無料アプリの NCT コネクトで生配信もしております。ぜひ NCT コネクトで検索してアプリをダウンロードしてください。ということで、私たちは長岡市堀金に来ております。こちら今月の10月の14日にリニューアルオープンしたばかりのロバタ、越後ロバタ雪国酒ちーぼーさんに来ております。じゃじゃん、早速中に入ってみましょう。お邪魔します。お、素敵な中をくぐり抜けると、その先はとても雰囲気がいいお店ですけれども、お邪魔します。お、素敵な皆さんいでたちですけれども、はい、さあ、はい、今回はですね、こちらのお店について、地域の食材や食文化を大切に飲食店などを経営している鈴グループのオーナーシェフ鈴木翔さんにお話をお伺いしたいなと思います。翔、はい、さん、お願いします。よろしくお願いします。お店がリニューアルしたということなんですけれども、はい、どのようなお店になったのかご紹介をお願いします。はい、新しくなったちーぼーはですね、はい、今までは炙り屋というお店でやってたんですけども、今回は越後ロバタと雪国地酒ということで、ロバタ焼きと新潟の美味しい地酒に、コンセプトを絞って新しくリニューアルしました。これは楽しみですし、素敵なシェフですけれども、いい、ね、さあ、ここでちーぼーのすごいぞというポイント、キャッチザポイントを紹介したいなと思います。お願いします。ワンキャッチ。笑えるほど旨味と香り、炭火パワー。翔さん、これはどういうことなんでしょうか。はい、新潟はですね、コシヒカリがたくさん取れますけども、藁焼きを、藁を使ったお料理ってなかったんですよね。それで藁をで、いぶしてですね、美味しく仕上げているお料理なんかもご用意しております。そんな越後ロバタ焼きをぜひ紹介してもらってもよろしいですか。はいはい、こうやってですね、藁を炭、備長炭の中に入れてですね、煙をバッと立たして蓋をします。こうやって今藁入ってますか、はい、煙が、そうすることで、いぶされてですね、藁のこう香ばしい香りがしっかりと移って、お酒なんかにも相性がいいお料理になっております。楽しみですね。はい、どんなこういう食材も含めてなんですけれども、はい、これ出来上がったものとかも皆さん食べることとか、皆さん、あ、そうですね、今日はご用意しておりますので、はい、どうぞお座りになってよろしいですか。はい、お願いします。もうこの藁の香りから、この胃をね、注ぐ香りなんですけれども、はい、さあ、はい、出来たてほやほやの、はい、藁に焼かれた、すごいですね、お肉ができてくると思うんですけれども、さあ、楽しみですね。何が出るかな。お、お、はい、はい、すいません、お待たせしました。こちらが、当店の一番の自慢のお料理ですね。どのような、はい、食材はどのようなのを使ってるんですか。はい、地元の鶏肉であったりだとか、72時間じっくりと柔らかく仕上げたツナンポークであったりだとか、うん、地元の椎茸だとか玉ねぎなんかもご用意しております。食材満タンですけれども、はい、早速いただいてもよろしいでしょうか。はい、ぜひどうぞ。お腹ペコペコタカちゃん。ではチキン、鶏肉の、はい、こちら、はい、チキンの方行ってみたいと思います。いただきます。ビッグサイズ。うん、あ、甘みもあって、はい、食感がすごいですけれども、このバラの香りがね、すごくお腹がまた満たされて、うまいです。はい、いっぱい入れちゃいました。ビッチャー、いってみますか。はい、いただきます。うまい。僕はじゃあお玉ねぎをいただいていいですか。はい、これも美味しいので、はい、こちらにあるソースをですね、チーズのソースなんですけども、実は新潟の酒粕で育てたニンニクを使ったチーズディップソースになっておりますので、こちらを一緒につけてお召し上がりください。はい、いただきたいと思います。たっぷりとつけて、はい、つけて、つけてからの、うん、美味しそうね。すごく合いますね、玉ねぎとソースが。はい、ソースとね、はい、甘くて絶妙。ありがとうございます。さあ、続いてはチーボーのここがすごいぞというポイント、はい、2つ目を紹介したいなと思います。はい、どうぞ。ででん、珍味、長岡市川口産の天然丸々酒。翔さん、この丸々とは何ですか。はい、ぜひちょっとこちらを見ていただきたい。ちょっとアングルチェンジしてみないと思いますけれども。さあ、もうさっきのチキンが、こちらが、お、
あの丸々のカジカになりますね。カジカ、はい、川口の、あの淡水魚なんですけども、このヒレをこうきれいに伸ばして素焼きにしたものをですね、すごく出汁が出るので、こちらをちょっと炙りますね。はい、ちょっと温めて、もう出汁もよく出るので、こちら炙っていただいたものをちょっと今日は早いですけども、こちらに入れます。入りました。はい、で、熱々の熱燗をですね、これを注ぎますね。熱々の湯気が出ております。熱々だとすごく出汁がたくさん出てくるので。あ、はい、これは銘柄お酒なんですか？これはね、吉野川のお酒になっております。長岡ならではの。待ってました、吉野川、はい、ちょっとこう蓋をして蒸らします。はい、はい、よろしいですか？はい、どうぞ。ちょっとじゃあ早速いただいてみたいと思います。はい、いっちゃいますよ。はい、と見てこの湯気を。あ、いい香り、いい香りがすごい、はい、いただきます。どうでしょう？ちょっと、お、あ、カジカが泳いでます。これ香りがすごいですね。出汁がすごく出るので、はい、この広げてるからなんだな。これは本当に、まあ、ウィケグニジだけど歌ってるだけあって、こだわってますよね。はい、そうですね。新潟 の、 お酒ですけども、最近は若い杜氏さんもたくさん増えてきて、個性的なお酒もたくさんあるので、ぜひ今回もオリジナルのショーケースもまで作ったので、ぜひお酒もたくさん楽しんでいただきたいなと思います。っと CM の後はデザートも紹介します。キャッチマルキュー、人と人をつなげてゆく、マルキューユニフォーム。日々の疲れを癒すボディケアと美味しい食事、また明日も頑張れる日帰り天然温泉阿蘇の湯。地域の人に寄り添う優しい美容室、お休みどころとしても気軽にお立ち寄りください。冠婚葬祭の着付けも受け付けています。美容院ビューティー立花。インターネットなら NCT 光、 Wi-Fi も NCT 光、テレビも電話もセットでお得、ほらみんなで NCT 光。長岡市堀金の越後ロバタと雪国地酒のチーボーからお送りしている金曜生です。キャッチホットキャッチ、続いてはチーボーズのここがすごいぞというポイントを翔ちゃんと紹介していきたいなと思います。いきまーす。3つ目、ドン。お酒だけじゃない、素材にこだわったデザート&ジュース。翔さん、これはどういうことなんでしょうか？はい、チーボー郊外店であるので、うんうん、お酒が飲めない人でも十分楽しんでいただきたいなと思って、こちらのようにオリジナルのドリンクメニューもノンアルコールですね、ご用意しております。これたくさん種類がありますからね、はい、もう大人から子供まで皆さん楽しめると思いますので、ぜひ味わってほしいなと思います。はい、今日はおすすめのデザートを用意いただきましたけれども、はい、デザートの方、はい、あ、うわすごい、こちらです。おーちゃん、これは、はい、こちら多分見たことがあるものだと思いますけども、これとか見たことあります。笹団子を使ったあんみつになります。笹団子あんみつ、はい、じゃあせっかくだから甘いもの好きなピーちゃん、はい、いただいてみようか。蒸したてのあの笹団子ですね、この中に入れていただいて、黒蜜をかけて一緒にお召し上がりください。なるほど、はい、じゃあ早速ピーちゃん行ってみますか。はい、はい、これで、そうですね、こうして入れてもらって、はい、ちょっといいですか？はい、熱そうだね、ちょっと結構熱いですね。中に入れちゃって、あ、中に入れちゃって、黒蜜も、あ、なるほどなるほど、一緒にかけて、はい、あ、おいしそう、こういった感じですね。すごい、いただきます。どうぞ。どう、熱さどう？熱い、熱い、顔がやっぱり熱い、うん、でも冷たい。熱いけど冷たいと言っていますね。ただこれはハマる、ハマる味、ハマる、美味しい、これは女性喜びます、うん、味わいなので、美味しい笹団子、はい、さて、はい、ここでチーボーからのプレゼントのお知らせです。はい、鈴木シェフのオリジナルソースを4本セットで1名の方にプレゼントいたします。鈴木さん、どのような商品なのかご紹介をお願いいたします。はい、こちらは新潟ならでは の、 いろんな地域 の、 ものをこう表現をしたソースになっております。はい、
それでは早速ソースの方を試食してみたいと思うんですけれども、はい、まず私はコシジバーニャカウダソースからいってみたいと思います、はい、ご用意しております。こちらどういうの、はい、こちらコシジバーニャカウダは、はい、あのサッカスで仕込んだニンニクを使った、うん、あのバーニャカウダソースになります、うん、このお野菜と一緒に食べてください。これですね、はい、じゃあ早速いってみたいと思います。たっぷりつけていただきます。あ、ソースがまた雰囲気がちょっとしっかりしてて、はい、いいニンニクの香りがしますね。これ美味しいです。さすがピーちゃんいってみますか、はい、じゃあ僕は巾着ナスの方で、ゆずジンジャー、これをたっぷりつけさせてもらって、はいはい、見た目バッチリグー風味も味も最高ですよ。風味の味も最高。ナスの食感と美味しいので、はい、お酒にも合いますね、はい、さてこちらでオリジナルソースのプレゼントの応募方法のお知らせです。はがきに住所、氏名、電話番号、希望する商品、番組をお書きいただきまして、 NCT のホームページから応募してください、はい、応募の締め切りは2011年の11月9日までです。どしどし応募ください。こちらの商品は翔さん購入もできるんですよね。はい、そうですね、スズグループ の、 あの店舗でも一部販売してるんですけども、うん、バラエティが一番飛んでるのはあのスズ365下毛城、長岡市の下毛城にある、スズ365というお店に販売をしておりますので、ぜひ皆さんいらしてください。ぜひ皆さんどしどしご応募ください、はい、そして最後に鈴木さんから翔さんにメッセージをお願いいたします。はい、美味しい地酒とおつまみたっぷり用意しておりますので、ぜひ皆さんお待ちしております。素敵なお店ですよ。さあそこでですね、 おなんとなんと出てきましたよ。これはもしかしてパネルはミッション、久しぶりにやってきました。ピーちゃん行きましょう。どう、なんとチーボーの魅力を歌って表現せよ。これはもうお酒とミュージックはかけ離せないですからね。しょうちゃん、いいつまみになるね。いいつまみ。じゃあちょっとつまみなメロディーをちょっと考えてみたいな。じゃあつまみといえば楽しいといいですよね。あ、いいですね。リズムちょっと早めでピーちゃん。早め。なんかこうリズムのやつ。あ、いいね。あ、いや。いや。見てみます。ワン、ツー、スリー、フォー。越後の五七のお酒だよ、雪国たくさん集まるよ、チチチチチボよ、チチチチチボ、みんなで、はい、チチチチチボ、チチチチチボ、Thank you。翔ちゃんいかがだったでしょうか。いや楽しかった、感動しました。これ嬉しいですね。もうこれ皆さんですね、もう翔ちゃんですけれども、はい、翔ちゃんと呼ばせてもらっていますけど、僕の同級生でもありますからね、はい、もう本当にこの地元新潟をみんなで盛り上げる温かい、まあ、ファミリーでこのお店、はい、みんなも長岡を盛り上げてほしいなと。まあ翔ちゃんはもう世界に羽ばたく世界の翔ちゃんだと思ってますから、はい、来月ミラノ行ってきます。来月ミラノだってローマ、はい、ローマ行ってきます。一緒に連れてってください。では、はい、それでは、次回の放送は11月の10日金曜日の放送です。長岡市コシジ地域もみじ園で開催しておりますもみじ祭りの情報をキャッチする予定です。次回の放送もどうぞお楽しみにください。それではまたバイバイ。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。